次に片山虎之助君の質疑を行います。片山虎之助君。立ち上がれ日本の片山虎之助でございます。いつも私は質問に入る前に申し上げますが、答弁はですね、できるだけ分かりやすく、私も分かりやすい質問を心がけますからね、ぜひお願いいたしたいと思います。野田内閣ができて4週間ですね、約1ヶ月弱、大変出だしのですね、支持率はよろしゅうございました。総理は適大適所内閣、これの審議はこれからだんだん分かってきますけれどもね、適大適所はどうか。いずれにせよ、スタートの支持率はメディアによって違うけれども、53から67、8ですね。大平政権以降ね、20の政権があるんですよ。昭和50年代初めの。20のうちで5番目だそうですよ。大変多幸ございますけれどね。総理はなんでこんなに高いとお思いですか。野田内閣総理大臣。発足当初で温かいご激励のお気持ちの表れだというふうに思いますが、数字については一喜一憂せず、まさに国難突破をするため一つ一つきちっと仕事をこなしていきたいというふうに思います。片山君。あまりこっちが喋った時間なくなるんですけどね、お人柄が実直で、シティボーイでなくてカントリーボーイ風で、それから大変ね、土壌演説がようございました。字を出したから、しかしあなたはね、そのあんまり字を出さないようになったわね。この予算委員会でもね、大変無難な安全運転を心がけておりますけれどね、私は字を出された方がぶら下がりを含めて人気上がると思いますよ。そこであなたの前の政権は菅さん、その前は鳩山さんですよね。その政権と今の政権がどこが違うと思いますか。どこを違えたいと思いますか。野田内閣総理大臣。鳩山政権も菅政権もこの評価については今後の歴史の中で定められていくものと思います。それぞれ成果を出したものと、あるいは教訓を残したものとあると思いますけれども、私はその反省点、教訓というのは鳩山元総理、菅前総理のリーダーシップ論だけではなくて、やっぱり政権与党としてのフォロワーシップのところにもあえて反省点があるとするならば、そこが一番大きいと思います。だから私はいわゆる党を挙げての体制を作りたいということを申し上げさせていただきました。そのやり方で実績が上げれるように頑張っていきたいというふうに思います。片山虎之助君。そこでね、最近今ホットな話題ですけどね、小沢さんの問題なんですよ。小沢さんに対する姿勢として菅さんと鳩山さんと違いますか、同じですか。はい、野田内閣総理大臣。鳩山政権の時に小沢さんに対する何かって特になかったと思うんです。例えばこういう司法の動きの関連では。で、菅政権の時にですね、小沢元代表に対するいわゆる強制起訴がありました。で、その強制起訴を踏まえて党員資格停止処分をしたと、事実関係でいうとこういう経緯だというふうに思います。片山君。私から見ると、これ私個人ですよ、野田総理は最初は反小沢ですよ。そのうち中小沢になって、今は新小沢じゃないかと思って、私はこの問題ね、いろんな議論がありましたけどね、説明責任を首相がどうであれ、国会議員として元民主党の代表として私は果たすべきだと思って、果たすべきことをね、代表としての総理はね、進めるべきだと思って、それが小沢さんのためにも、総理のためにも、民主党のためにも、ひいては我が国の政治のためにも私はいいと思って。違いますか。野田内閣総理大臣。反とか親とかというお話ありましたけれども、小沢元代表との関係でいうと、いわゆる私、日本新党で最初に当選をして、改新という会派を作って、新進と向かいましたけれども、その頃からの、いわゆるお付き合いというか、キャリアは共有するわけです。ただ、あまりお話をしたことがなかったということは事実であって、だからといって反でもないんですね。ご縁がなかったというのが、ご縁がなかったということです。だから、そういうことも含めてですが、どうしても反とか親で分類されがちですが、
決してそういうわけではありません。で、なおさらです、そういう位置づけで語られることが多いんで、今回は反とか親とかっていうものを乗り越えていきましょうという形で、代表選はお話をさせていただきました。ということが、まず前提にあるということは、ご理解をいただきたいというふうに思いますが、で、その上で、これはもう何回も申し上げていますけれども、小沢元代表であろうが、どういう方であろうが、基本的にはご自身で説明責任を果たしていくということだと思いますけれども、証人喚問については、裁判が近いと。いうことを含めると、それについてはよく判断をすべきではないかというふうに思っております。片山虎之助君。私が言っているのはね、説明責任を果たすように、ね、トップとして、リーダーとしてお勧めになった方がいいんじゃなかろうかと、私はそう申し上げているんで、証人喚問云々の話は また別のことですからね、で総理、こういうノーサイドはよくないんですよ。まあ、これ以上ね、この問題やってるとね、拉致がいきませんので。それで民主党が政権を取ったのは2年前にね、国民の生活が第一っていうね、われわれから言うと、野党から言うと、ばらまきの策をやるになった、もう一つは行官、政官議用ですか、その癒着を断ち切る政治思想だったんですよ、これが錦の御旗だったんだ、一度だけ政権を取らせてくれと、ね、長い自公政権を変えようじゃないかと、これが国民に受けたんですよ、その二つの旗は今やボロボロでしょ、マネヒとどうなってますか。まあ、謝罪しですよ、反省をし、仲を取り替え、今度は三党合意でこれからどうなるか分からない、まあ、それはさておいて、私は政治とは誤ってると思うんですよ、政と官との役割分担もしっかりせずにね、まあ、自公政権も良かったとは必ずしも思いませんけれども、その後のあればね、これだけの混迷、政治、行政の混迷は、私は誤った政治とにある、だから早々にそれを改められて、ですよ、官と、これから協調していく、連携していく、結構だと思いますよ。私は心配なのは、自公に比べて民主党の皆さんはね、官に対する抵抗力が弱いんですよ。経験が少ないこともあるから、取り込まれてしまう。逆に、官僚以上にどんどんなって、官僚指導になる。現に総理はですよ、財務省指導の総理だって言われてるじゃないですか。違いますか？財務省変えられないよ。野田内閣総理大臣。まず国民の生活が第一という理念は、これ、ボロボロになったとおっしゃっておりますけれども、私はこれ、大事な理念であって、堅持をしていきたいというふうに思います、で特に代表選でも申し上げましたけれども、中間層の厚みを増していくと、政治をぜひやっていきたいと思います、もちろん、マニフェストの中は、三党合意もありますし、震災後の優先順位というものもありますけれども、この理念はずっと堅持していきたいというふうに思っております、でその上で、政と官の関係のお話であります、でこの政治指導、私は今、政治指導はですね、これは従来から考え方変わりませんけれども、要は政治が方向性を決めて、そしてそれについての結果責任はきちっと政治が行うというのが政治指導であって、でそのために若干政権取った直後、ちょっと空回りしたところがあったのではないかというところがあるんです。例えば、政務三役が電卓を弾くことはなかったと思うんです。やっぱり専門職、プロとしての行政の集団をきちっと方向性を出しながら結果は責任という中で使い切るというところの指導性が少し欠けてたんではないかと思いますので、役所の人たちもしっかりと 120% こういう厳しい状況の中で力を発揮してもらうということは、やっぱり政治主導でそういう方向性を作っていきたいというふうに思います。片山虎之助君。何でも政治家がやるのは、政務三役がやるのは政治長だと大間違いですよ。政と官の役割分担の上に、政治の責任、役割というのを考えないかんのですよ、そこで総理ね、固有名詞に関係するようなことを言うのは嫌ですけれどもね、野田内閣は直轄内閣と言われてるんですよ、直轄の勝つは勝ち負けの勝つですよ、財務省の今、事務次官がね、まあ、この個人の目指すのは私もいかがかと思うんだけど、勝さんという人らしいから、ね、その直轄内閣、昔、直轄内閣とありましたよ、田中角栄さんの影響官内閣。そういうことがね、下田でも言われるようなことはね、私はね、大変遺憾なことだと思ってます。いかがですか、財務省が全部指導する、そこの事務次官が全部指導する、官房副長官の人事もそう、あれもそう、これもそう、ね、今度の増税でもそう、ね、総理自身もですよ、ね、財源がなければ政策なし、財政再建なければ経済成長なし、まあ、逆も言われてるんだろうけども、ちょっといかにも財務省的ですよ。血も涙もないとは言わんけどね、少ない、血も涙も、いかがですか。野田内閣総理大臣。血も涙もない政治ではない
そういうふうに私は思っています。もちろん国民にご負担をお願いをする場面はもちろんあると思うんです。でもその前にきちっと歳出削減等をしっかりと絞り出していくという努力をした上で、でも政権与党としては苦しいことでもお願いをしなければならない場面は逃げないでやっていきたいと思いますが、この考え方は特定の省の特定の誰かに洗脳されたわけではありません。さまざまな国際会議に出ていく中でのまさにグローバル経済の中でソブリンリスクが問題になっているときに相当に気をつけなければいけないという問題意識を私自身が持っているということと、前の民主党の時代、野党の時代も次の内閣の私は財務の担当をしておりました。そういうことを踏まえての話であって、先ほどの何とか省の何とかさんが影響力があるなんということは、まあ揶揄としては常にそういうことは受けますが、そうではないということは私はきっぱりと申し上げたいというふうに思います。片山君。総理はね、お聞きしますと、松下政経塾の一期生でね、優等生だったそうですが、復興やですよ、原発をやるのは当たり前なんですよ、国際経済の中で日本経済を守るのは当たり前なんですよ、総理はどういう国家を作りたい、どういう国民になってもらいたいと思ってますか。野田内閣総理大臣。今は何をやりたいかというご指摘だと思うんです。で、私でもその前に、何をやらなければいけないか。というところを重要視しているんです。で、いつも申し上げている東日本大震災からの復旧復興と、それから原発事故の収束と、日本経済の再生財政再建等々は、これはやらなければならないことです。やらなければならないこと。やりたいことっていうのはもちろんこれが出てきます。優先順位として。でもこれやらなければならないことは、どの政権でもやらなければいけない。だけど、とても難しいところもいっぱいある。で、そこに専念をしながら、一つ一つ回答を出して、前進をさせるというのが私の役割だというふうに思います。片山虎之助君。ちょっと抽象的で気に入りませんけどね、時間がありませんので、そこでね、この本年度の第一次補正、第二次補正で6兆円組みましたよね、執行状況どうですか。財務大臣。お答えいたします。出向状況を個別に言うと長くなりますので、まず再建支援の話から申し上げますと、被災者再建支援金につきましては、9月28日までに、申請件数17万6000件のうち17万2000件、1533億円をすでに振り込みの手続きをいたしました。仮設についてはですね、5万400飛び9個、入居率が 85% になっております。まあ、これはちょっと私の地元の先生、石巻なんかちょっと1000ぐらいですね、ミスマッチが多少ありまして、遠隔地に作ったもんですから、子どもさんの学校とかがあって、そこでちょっとそこに入りにくいという方々がいましたけれども、今、市役所で例えば運行のバスとか、八百屋さんや、そういうのはそこの仮設に行くようになりまして、かなり改善をされてきております。公共事業等についても、随時、例えばメイン道路であります45号線等の本格復旧については、かなり仮橋の建設等を含めて実施をしている最中でございます。片山虎之助君。遅れてると聞いてんでしょ。執行率は何、どのくらいですか。安住財務大臣。いや、すみません、公共のですね、出向額に見合った率と弾き出しているわけではありません。それぞれの例えば漁港についてもですね、これは市町村、県の管理等々がございまして、そういうところの復旧・復興の事業をつけておりますが、それについてのですね、今、出向の消化率といいますか、それについて私のところで手元に持っているわけではございません。片山君。それでね、惨事がね、震災関係は9兆ぐらいだと言われてるんですよ。そうするとね、19兆円で5年でしょ。そのうちの6兆にプラス9兆で15兆円使うんですよ。第4次補正をお考えですか。第4次補正。安住財務大臣。今年度にさらに補正があるかどうかということは、第3次を出して、その出向状況を確認しなければ判断はできません。ただ先生、その今後、来年以降ですね、昨日総理も申し上げました通り、まあ、ここで私も自民党の磯崎議員ともお話しさせていただきましたが、まあ、とりあえず19兆ということで置いておきますけれども、しかしその先ですね、どれぐらいの財源がまた必要になって、どれぐらいの事業費かということについて、
今の現時点では阪神大震災をモデルに積算をしておりますけれども、そこについて増えるという可能性を全く否定するものではないということでございます。片山虎之助君。原発関係が何も入ってないんだから、増えるに決まってるじゃないですか。しかもまだ初年度じゃないですか。あと4年あるんでしょ、19兆円が。本当は10年あるんでしょ。金が足りなくなるのは当たり前じゃないですか。どうするつもりですか。安住財務大臣。もちろんですね、10年で23兆、今、積算をしております。しかし、先生、これ、原子力等の問題について、今からですね、どれぐらい の想定をするかってちょっと難しいので、今分かっている範囲でのやっぱり仮積算で予算を組んでいくということになるんではないでしょうか。片山君。いやいや、だから、どうせですよ、足りなくなって、事業規模が膨らんで、その財源が議論になるんですよ。そこで今、日本には900兆円借金があるんですよ。国が700兆、地方が200兆。その償還についてはですよ、それなりの努力はしてんだけど、しっかりはしてませんよね。ところが、この9兆2000億か11兆2000億か知りませんよ。これもわからん。5兆7兆の話がよくわからない。税外収入が。これだけなんで特別扱いするんですか。11兆だけはちゃんと返そうと。これには増税を当てようと。900兆はどうするんですか。いいんですか。財務大臣。900兆が良くないから、区分管理をしっかりして、で、それはもう総理が我が党の代表選挙等の時からずっと訴えてましたように、今の世代、もう先生も当然入りますけれども、今の世代で払っていこうと、これは払わせていただいて、区分管理をするというふうなことでございます。片山虎之助。私ももう少し入れてくださいよ。早めに行きますから、まあ、申し訳ないかもしれません。全体をどうするかを考えながら、その中でこの11兆や9兆を考えるべきなんで、なんかね、今回だけバタ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 ね、復興債を当てればいいんですよ、昨日も。増税なんかすることないんですよ。ね、そのためにはできるだけ税外収入や歳出カットや、あるいは国債のね、少し出ますよ、償還に剰余が。あるいは自然増資があるんだから。復興事業で今、経過が治ろうとしてるんだから、そういうものをちゃんと見て、どうするかはもっと後に決めりゃいいんですよ、年末かその後に、それまでは復興債当てればいいんですよ、11兆だけ大騒ぎをしてね、だ金や太鼓を叩いて、なんでもならないかんのですか、900兆ほっといて、こんなね、バランスが取れない話はないと思いますが、総理どうですか。はい、内閣総理大臣、野田佳彦君。900兆の方の借金にどう向かっていくかということは、去年まとめた財政運営戦略に基づいて対応していくと。で、これは向こう10年間の中長期の財政健全化のプランをまとめました。2020年までにプライマリーバランスを対 GDP 比をこれバランス化取る。それ以降は債務の残高が縮減をしていくという方向。これは今日本のたどる道であります。その財政完全化の道筋は、所信表明演説でも申し上げたとおり、一つは歳出削減の道と、そしてまさに成長分野にお金を投資して増収を図る道と、そしてこれは国民にご負担をお願いする歳入改革の道、この三つの道をたどりながら、その先申し上げた2020年までの当面のゴールを目指していくというやり方であります。で、この目標を堅持をしながら、一方の復興については、これは復興の基本方針であるとか、復興基本法に基づいての対応をしようということであって、今を生きる世代によって、これは負担を分かち合っていくという考え方の下で、償還復興債を出すとするならば、その償還の道筋を明らかにしていくと。で、その中でも、当然税外収入や歳出削減という努力もあります。それは最初は5兆円からスタートして、この向こう10年間で7兆までなんとか確保していく。そして郵政の株が売れるようになれば、そういうものも入れることになっていくというふうに思います。それを一方で、その足りない部分については時限的な税制措置と、まあ、そういう考え方の整理をしながら対応しているということでございます。元財務大臣なんですよ。こういう時だけ熱を入れるの。もっと他のことも熱を入れてくださいよ。旧約庁のそんなに真面目にやってますか。守られたことは全くない。いろんな案を作るけれども、11兆はがんじがらめにギシギシに返そうとしている。私はね、バランスは取れないと思いますよ。で、基本法が書いてるのは、復興債の償還の道筋をつけりゃいいんですよ。皆さんがやろうというようにね、税目は決める、税率は決まる、期限は決める、ね、そんなものをなんで厳重にやらなきゃいけませんか。しかも法人税上げて下げるんですよ。少しは下がるけれども、5% 下げて国税分だけ上げるんですよ。
所得税はまた10年以上でしょ、10年なし10年以上、個人住民税、地方税も中にぶち込む、タバコ税も2円上げる、1円プラス1円、ね、何をやってんですか、そんなちま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 、数合わせみたいな、財源合わせみたいな、私はそんなことをするよりはですよ、国民の理解を得て、どうせ消費税上げなきゃいかんのだから、ね、段階別に上げるんですよ、2% プラス 3% なのか、3% プラス 2% なのか。ちょっとね、これはあの税制の資料でね、東洋資料みたいな感じで申し訳ないんだけれども、見てください、消費税でもしやるんなら、1年半で終わるんですよ、復興財源は。私はこれも増税すべきでないと思うけれども、仮に増税するんなら、時間をかけて、2年後か3年後に消費税をまず上げて、その分だけは復興に充てさせてくださいと、1年半、それが済んだら、今度はそれは社会保障に充てますと、国民の皆さんの理解を得てね、やっていくがずっと早い。財務省はでしょ、これ、あれも取ろう、これも取ろうなんて取れるわけがない。それから復興増税がね、来年から上げれますか？来年度から。私上げれないと思う。それはね、いずれにせよ、2年後の衆参の選挙の後でなければ。そうなると、どうせ消費税と一緒になるんですよ。それなら私は消費税をしっかりと説明して、段階的に上げさせてもらって、その後、本来の10%で社会保障の財源に充てる地方が、ずっと分かりやすいしね、税制から言っても薄いですよ、消費税上げざるを得ないんです、国民の理解を得て、ね、法人税下げざるを得ないんです、これも議論があるけれども、どうですか。財務大臣。片山先生の説は、やっぱり政府税調の中で有力案として、やはり議論をされまして、今のご主張は一案として私も残したんです、実は。消費税の問題ですね。しかし、これについてはですね、総理に私もご判断を仰いだときに、まあ、先生、今ご存知の、ご承知のとおり、ご指摘もありましたけれども、この税と社会保障の問題というのが、もう一方で大きな、やっぱり我が国の問題としてあると、国民の皆様にご負担をお願いするときには、やっぱり分かりやすいご負担のお願いの仕方の方が、またご理解を得られるようにしようと。まあ、先生の言う消費税を上げろというのも分かりやすいんですけれども、ただですね、先生、今ご指摘ありました、法人税については、一旦下げて少し上げさせてもらいます、結果的には今よりは減税になるんです。2%ね。28になるわけですから、国税ベースで。ですから、所得税についてもですね、まあ、これは経年によりますけれども、そこに資料書いてありますように、これをまた一般家庭に落としていきますとですね、400万から500万ぐらいでお子さん2人という標準世帯で、大体まあ300円、月にですね、300円から大体まあ経年を少し伸ばせば、200円ぐらいのお願いということになりますから、まあ、大増税というふうな定義は、どういうことを大増税というのかというのは、議論の分かれるところでございますが、先ほどから申し上げましたように、区分管理をして、総理がおっしゃっているように、この復興財源の道筋をきちっと我々としては、この野党の皆さんに提案を一つの案としてさせていただいて、議論にやっぱり資するというか、そういう考えで提案させてもらいました。片山虎之介君。簡単に行くわけがないでしょう。タバコ税は大議論がある、税的株だって、ね、エネルギー関連の株だってね、そんなもの簡単に売れますか。時間をかけてね、いろんな調整をやって、その後きちっと決まったら、それを財源にすればいいんですよ。今、バタバタ増税を決める必要は全くありませんよ。こんなね、円高、急激な円高でデフレがまだ残ってる、今、復興需要でどうにか日本経済立ち直るっていう時なんですよ、それに水を差すようなことをなんでやらなきゃいけませんか、たかたか9兆円か11兆円で、しかもちまちまいろんな税を組み合わせて、誰も分からない、こんなまあ時間を待って、税外収入や歳出カットで減税をやめるべきですよ、やめた上でどうしてもっていうなら、私は国民の理解を得て、段階的に上げる消費税の一部を回してもらうというのが一番分かり、こんなね、4つも5つもの税目をね、ね、スタートのあれも違う、中も違うようなね、増税、国民の理解得られますか、これがいかにも財務省なんですよ、その上に総理は乗ってんですよ、言われることは、ね、増税をする必要ないんですよ、それをうまいことちまちま増税をね、総理、そういうもの乗っちゃだめですよ、あなたも長期政策に考えるなら、そこはしっかりしないと。そこがこの内閣の私はポイントだと思ってる。直轄内閣になるなら、この内閣はダメですよ。どう思いますか。野田内閣総理大臣。まずその9兆、10兆、11兆というのは、ちまちました額ではないと思います。
大変大きな額、900兆はそれはすごいです、天文学的な数字です、だけど当面の10兆前後のお金というのは大変なお金であります。でそのお金のやっぱり償還の期限、そして償還の仕方、責任を持って対応するのが、私は責任ある政治だと、じゃないと、それは大変ですよ、国難です、で想定外のことも起こってる、でだからといって、じゃあ、従来型のやっていけば、結局将来世代に借金を残すという意味では、同じであります、でそこは避けなければいけないし、加えて、これは日本だけの事情じゃなくて、やっぱり世界の今のグローバルな経済の動きの中で、やっぱり日本は困ってるから、安易に将来世代に先送りをするという、そういうことを出した場合には、私は一国の財政、一国の経済を考えているときではないというふうに思っています。それで、私は将来世代に、そして今のグローバルの経済を考えたときに、責任ある態度を貫いていきたいというふうに思います。総理ね、私は9兆返すななんて言ってない。9兆も返さないかんけれども、900兆あるんですよって言ってんですよ。全部を返してくださいよ。全部をきちっと償還の計画を作ってくださいよ。それは時間がかかるに違いないから、今こういう部分的な帳尻合わせの増税メニューを出すことが、私は将来の日本の税制のためにならないって言ってる。私も自民党ではずっとね、悪名高いインナーのでやらせてもらいましたよ。私なりに税制についても考えがある。私はどうもこれは腑に落ちません。ただね、もう時間がありませんので、この問題引き続いてやらせていただきますが、総理になってからね、地域主権改革、この言葉は私、あんまり好きじゃないんで、文献改革と言いますけれどもね、これが大好台風したということになっている、所信表明演説で、あなたの所信表明はたったの1行ですよ、また地域主権改革を引き続き推進しますでしょ、ずっとね、歴代4、5人の総理の所信表明見ましたけどね、長い人は20行ですよ、少ない人でも5行ですよ。まあ小泉さんはね、いろんなものと一緒にしてね、3行か4行ですけれども、しかし1行でね、何にもそっけないことを書いてるのはね、総理の所信表明だけでしょ。昔、鳩山政権で政権交代したときは、文献改革はですね、地域主権改革はって、まあ、言ったんですけれども、一丁目一番地だと、我が改革の、今、万が一になったんですか、地域主権改革は、どうですか。はい、野田内閣総理大臣。一休入魂と同じように一行入魂でございます。片山君。言葉だけじゃないよ。あなた千葉の県議をおやりになったんでしょ。地方人の重要性、地方分権の、ね、必要性というのはお分かりですか。松屋政権塾で勉強されたんじゃないですか。いかがですか。野田内閣総理大臣。私も県会議員の出身でございますので、受益と負担の相関関係ができるだけ身近なところで見えるようにするという、そういう国の形に持っていくということが理想だと思っていますし、そして地域主権改革、まあ、地方分権というお話でございましたけれども、民主党においても分権型の連邦国家をマニフェストの一番に掲げたことがある等々、そのことは十分理解をしていますし、現実にこれからの政策を動かしていくときに、国と地方の協議の場を、法律を作って、それで対応していくということなど、具体的なことはこれからもやっていきます。出席機関の改革等も含めてやります。加えて、今回の、東日本の大震災の復興にあたっても、使い勝手のいい交付金であるとか、あるいは特区を作るなど、まさに地域主権の考え方を、この被災地においてもどんどんと実行していくということを、具体的にやっていきたいというふうに思っています。片山君。衆議院の予算委員会でね、自民党の政調会長に民主党の基本理念を3つやれて、1つだけ合格したそうですね、それが文献社会なんですよ、あなた分かってるじゃないですか、やってくださいよ、で、ここで止めてはだめなんで、国家公務員の人権の2割カットもやってください、あれだけ声高に言ってきたんだから、しかしね、国の地方デザイン機関の原則開始なんですよ、今まで皆さんのマニフェストは、それをやめるというのは一遍も言ってない、やってくださいよ。地方はそれを期待してますよ、阪神広域連合、九州地方知事会、その他、どうですか。内閣総理大臣、野田佳彦君。公務員の人件費の削減の問題、そして出先機関の整理等の問題、これはしっかりやり抜いていきたいというふうに思います。もうちょっとありますからね、TPP のことを申し上げますが、TPP、これはね、国民的論議の上でね、国民の賛成がなければ、私は参加できないと思ってる。そのためにはもっと情報開示せないといけません。TPP 協定の日本語訳っていうのはあるんですか、定番が。外務大臣。
外務大臣、現場浩一郎君。今はないというふうに思います。片山君。ないものでこれだけの大議論するのはおかしいじゃないですか。もっとそれは情報開示をして国民に知らせないと。例えば政務調達なんかが、今の協定で、今の4つの協定で、ですよ、これが施行されるとね、市町村なんか壊滅しますよ、外国企業入れなきゃいけないんですよ、物品の購入、建設工事に。そういうことの努力をせずにね、上辺だけのね、TPP 議論やめてくださいよ、どうですか、これは、誰なのかな、はい。これはもう時間超過してますから、簡単に答えてください。片山さん、私はだいぶサーブしてますから、覚えておいてください。よろしいでしょうか。TPP は交渉参加国の間で、今交渉している途中ですので、その、交渉参加国の間でもドラフトが固まっているわけではありません。できるだけそういったところが情報を取って、開示できるものは開示してまいります。はい、参ります。はい。以上で、片山虎之助君の質疑は終了いたしました。次